デハ2 3百9 9 6年8月13日、出雲市駅で、ハ211989年3月、平田市駅1951年から1953年に、かけて、団体輸送を中心とした、観光需要の増大に対応する形でデハ1系3両と、デハ2 5 0系1両を、何和後期で改造して登場した車両である。デハ1系 デハニー50型からの改造点としては、ロングシートであった座席を長距離輸送向けのセミクロスシートに変更、客扉の配置も両端の2箇所としたほか、制御機に弱め開示を設けて、最高速度を時速 75km から時速 85km に引き上げた。なお、 4両とも前頭部の形状や両端に扉で、扉間に16個の強窓が並ぶ外見は、基本的に同一であったが、種ネの違いから、出刃に50軽改造のデ二21と、出刃1軽改造の十二22.2324、では、細部の寸法が若干異なった。塗装は当初茶色一色、1950年代後半には、 窓から上半分をクリーム、下半分を赤としたが、西武鉄道から自動扉を装備した6 0系、7 0系が入線した1960年代に入ると、手動扉車を示すオレンジ色に白帯となり、1970年代以降は、手動扉車であるものの自動扉車と同じく、クリーム色と青帯に変更され、以後は廃車まで、この塗装であった。 このほかパンタグラフ、全消灯の交換、台車のュク受け化や窓枠のアルミ素子化が実施されている。デハ21の扉。手動式であることがガラスに書かれている。通常の営業に使用される日本の鉄道専用電車としては自動ドアを使用しなかった最後の車両である。市畑電鉄発の半構成セミクロスシート車であったことから船内の主力となり、 1957年以降は西武鉄道から購入した区波100型と両数が同一であったことから区波100型を連結した二両編成を基本として運転することが多くなった。1960年以降は6 0系と7 0系の入線により急行運用につく機会は減少、普通列車での運用が中心となったが、朝夕ラッシュ時の急行や 正月の臨時特急には後年まで使用された。廃車は1981年に8 0系が入選したことで余剰となった。デハ24から始まり、2 1 0 0系入選直前の1994年6月に、デハ21が3 0 0 0系が入選した1996年12月には、デハ22.23学派100型や8 0系などと、 同時に廃車され、北松江線からは、旧型車の定期運用が消滅した。島根県立古代出雲歴史博物館北松江駅再現展示で、波23は1996年の廃車後茶色に、市畑電鉄の旧車門をつけた1950年代、前半の姿に復元され、北松江線の線路に沿う形で、 平田市立図書館の敷地に保存されたが、老朽化と用地の問題から2004年には、引き取り先がなければ、解体という話が持ち上がり、結局島根県で保管することとなった片側の前頭部を残して解体された。残った前頭部は2007年3月に開館した島根県立古代出雲歴史博物館で、 かつての北松江駅を再現した改札口と組み合わせ、運転席には、運行風景、側面窓には、昭和30年代の映像が映し出されるような、形で展示されている。また、デハ22.23の一部部品は、廃車後で、廃置系、デハ2 50系の補修用に流用された。デハイ系、デハ2 50系の制御機も、同様に改造された。 ありがとうございます。